するしない？どうも、日向彩子です。トッププロ雀士の思考を聞く麻雀の匠、今回のゲストは小林剛プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、麻雀の匠、ルールはこのようになっています。トン3曲開始です。皆さん手牌を開けてください。さあ、今回はペーチャドラがリャンゾーです。ペーと3層を引いてルピンをチーして、はい、という予定です。引いてね、まずはね、はい、引かないとこの手ちょっと厳しいか。ちょっとそうですね、この手はあんまり良くないんで。3と1、はい、ペンチャンできましたね。ここで難を切っちゃうのはあまりに不安な配信になるので、あまりに前切れの難、はい、このぐらいだったらちょっと引き気味にパーワンから行きました。やはりこう、いける曲と戦う曲と自分がしっかり弾く曲と、コウさんは本当にそこに関してブレないですもんね。まあ、普通の人よりは上がりに行く曲は多いんですけどね。でもそれは先手もちゃんと取れてて最後めくり合いになるパターンか、イーシャンテンから戦うときもちゃんと条件がありますもんね。そうですね。お、Q1、 これはつもぎり、単なる長相撲です。失敗してないです。この手にパーワン Q1 あっても困りますからね。大して嬉しくないですね、はい。さあ、親がね、今回も薬杯の白チュンをしています。2巡目のローワンが出ていたりと、今トンもね、つもぎりでしたね。あ、結構この2つを、まあ、初チュンは残す、初とペイは残すとして、うんうんうん、難は安全牌、難は安全牌として、うん、結構この手牌悪いんで、そうですね、僕は引き気味にこういっちゃいます。おお、ペンチャン外し。3番の4枚引くより、うん、初の6枚を引く方が多いし、安全に上がりに向かえるって感じですね。3番を引くと、なんか余計リーチのみがリーチドラ1に向かってる感じがするんで、僕は結構厄介2枚の方をペンちゃんより大事にします。でもこういうところも剛さんらしさですね。数ピン、これはさすがにちょっとチートイツを意識してしまいますね。4トイツでね、この牌ですもんね、残り方が。さあ、親の手出しチーワンですね。濃い牌が出てきました。自分の手がね、チートイツは見えると言ってもまだ苦しい形ですから、こういう時周りのこと考える時間増えるんですかね。まだあんまり気にしないですけどね。ここも9ピン切るか、6ピン切っちゃってもいいですね。9ピン盤に1枚切れ、6ピンは勝敗です。あの、序盤のこの枚数差はね、あんまり気にしないですね。6ピンの方が 相手に持たれてるので、1枚切れの9ピンが少ないとは思わないんですよね。まあ、メンツ手を見るなら9ピン、チートイツに決めるなら6ピン。で、自然な捨て牌を作ってチートイツに行きたいなら9ピン切るんですが、まあ、すでにちょっと変な捨て牌になっちゃってるのもあるんで、変則手かもしれないのバレてもいいんだろうって気にします。なるほど。おそらくこの順目の1枚切れの9ピンと切れてない6ピンって使われてる山に残ってる枚数同じぐらいっていう感覚ですね。おー、C1 つもぎり、一度切った牌です。他の選手たちがね、今回なんかちょっと、まあでもまっすぐ来てるけど、そんなに要警戒っていうほどの人はいない気がするんですよ、そうなんですね。あ、手出しパーピンでした。
赤ピンが3枚見えたので9ピンが残しやすくなりましたね、うん、自分の目から。そうするとこのチートイツのリャンシャンテンの5枚が変えようがない感じがしてきましたね他のハイトのね選択ですもんね、あとドラですからね。結構じゃあこのまま、パピン全部見えましたよ。パピンが見えたんで9ピンはもう必ず残すとして、うん、もう初を早めに切っちゃおうかなぐらいですかね。初はションパイです、はい、もう一個いい牌引いたら初を切りそうな気がします。ローソーは？ローソーはね、そうですね、初よりもいい牌って何ですか。例えば今のこの状況で、この状況だと、まあ、2枚切れのシャアもありですね。へえー、お、手出し3層、うん、ドラそばが出てきた。この手、今リーチを受けたら、もう初とリャンソーが打てないんで、もうダメになっちゃうんですが、これが安全牌の2枚切れのシャアになってると、手を崩さずに戦えるので。安全度も含めですね。3ピンは？スムーズなつもぎり。あ、お、あ、え、ロンカー入った。タンヤを。2000点です。親の闇点でしたね、今回。これはちょっと予想外というか、うん、まあ、こういうのは当たっても気にしないですけど、うん、まあ、今3層の手出しがあったんで、ロンって言われた瞬間、リャン層統一じゃなきゃいいなと思いますけどね。なるほど、うん、実際、タンヤオのみの親の2000点でしたね。はい。うんうん、まあ、安く済んだって感じですかね。はい。まあ、この曲降りててもどう、進んでも予想される収支は、うん、絶対マイナスだと思うので、ある種安く済んだかもしれないですね。そうですね、うんうん、脳天で1000か1500か万眼跳ね間を積もられるかっていう未来もあったんで、2000点ぐらいは本当気にしないですね、うん、はい、ありがとうございます。さあ最後までご視聴いただきありがとうございました。次のトン3曲1本はもうぜひ見てください。